今回はルンルン様より10月に発売される新作ペンケースを2種類ご提供いただきましたのでご紹介させていただこうと思います。565ペーパーと672のジーンズ、2つまとめてのご紹介となります。まずは672ジーンズから。本体スペック、横幅20センチ5ミリ、縦幅は9センチ、厚さ4センチ、重量75グラム、価格は2190円となります。カラーの展開は今回ご提供いただいた2色、インディゴブルーとヴィンテージブルーとなります。こちら本体の外観、いやめちゃめちゃジーンズっぽいですね。カタログによりますと素材はアップレザーやナイロンと書かれています。パッと見はめちゃくちゃジーンズなんですが、素材はジーンズではないですね。実際手で触ってみるとちゃんとジーンズじゃないんですよね。気持ち段差はあるんですが意外とサラサラしているというか、なんかトリックアートみたいです。表面にはブラウンでルンルンのロゴ、ジーンズラベルをイメージしたものとなっています。こちらジッパー部分、こちらもジーンズのジッパーをイメージしたマットシルバーのスライダーとなっています。言われてみれば確かにジーンズのチャックっぽいですね。個人的にいいなと思ったのは側面の縫い目ですね。これもものすごくジーンズっぽさを演出するのに役立っていると思います。それでは中身を見ていきましょう。内装はブラックですね。ここは歴代のペンケースと同様となっています。左側にはメッシュのマルチポケット、だいたい18センチ弱ぐらいまでのものなら入ります。なので15センチ定規とかがちょうどいいかな。あとは小さめのメモ帳とかもいいかと思います。蓋には5つのペンホルダーが装着されています。ゴムで締め付けるタイプですね。一番左は最も太く、一番右は細め、真ん中3つは中くらいといったところです。蓋をめくるとボックス型の収納スペースがあります。メインポケットですね。ペンをはじめとして、まあ何でもござれっていう感じです。収納ボックスの上部には小さく小分けされたボックスがまた一つ。ここは消しゴム用のポケットですね。少し大きめの消しゴムもすっぽり入ります。続きましてこちらは565ペーパーペンシルペンケースになります。全長20センチ5ミリ、横幅は7センチ5ミリ、厚さは3センチとなります。重量50グラム、曲線が採用された5シリーズの新モデルですね。紙のような質感がモチーフとして表現されています。カラーは今回いただいたブラウンの他にグレー、ブラック、ホワイト、無彩色が3つあります。こちら本体の外観、曲線調のややコンパクトなペンケースとなります。本体の質感は結構紙っぽいですね。こちらも本当に紙というわけではないんですが、固めのパリッとした仕上げでかなり紙の質感に近いです。こちらはスライダー、デザインが先ほどとは全く異なりますね。円が2つくっついたような形状が特徴となります。表面にはルンルンの刻印、中身はブラック。先ほどのモデルとは違い少し収納容量は少なめとなります。コンパクトサイズなのでね。両サイドにはメッシュポケット、5シリーズはボックス型の収納ポケットがないので、こちらのメッシュポケットにもペンを入れるとちょうど良いかもしれませんね。真ん中にもこっそりと一本差し用のメッシュポケットがあります。多少太いシャープペンシルぐらいなら入りそうですね。ドクターグリップみたいな。下のパーツにはペンホルダーが、こちらのモデルは3つついています。大きさも全て一緒だと思われますね。中くらいのサイズが3つ。今回は5シリーズに中身を入れて使ってみようと思います。個人的には横向きではなく縦にした方が入れやすいし出しやすいかな。自立はちょっと無理そう。ケースがブラウンなので木軸のペンやちょっと大人なカラーリングを中心に入れてみます。全体的にコンパクトな割には綺麗に入りますね。ペンホルダーに入れたペンと右のメッシュポケットに入れたものが接触しますね。ちょっとこれは、守りたいけど守れないというか、傷をつけたくないのであれば右側のポケットにはペンなどはあまり入れない方が良さそうですね。というわけで672ジーンズおよび565ペーパーペンケースのご紹介でした。内装自体は完成されてるという感じですね。どのモデルもだいたい同じような感じです。ですので外装の雰囲気と好みで選ばれると良いかと思います。お値段が2000円前後でお求めやすいのでね、量もたくさん入りますし学生さんにはとても良いのではないでしょうか。他にもシンプルに革っぽいやつとか木製っぽい雰囲気のものとかありますので、何かお好きなものを探されてみてはいかがでしょうか。概要欄にリンクを貼っておきますね。
それでは本動画は以上となります。またお会いできれば幸いでございます。さようなら。